じゃあ、お疲れ様でした。決勝平君に来てもらいます。今日試合振り返っていかがですか。まあ、今日試合振り返って、まあ、自分自身の覚悟が足りてなかった、そういう試合だと思います。見てる側からすると非常にお互いのプライドがぶつけ合ってて気持ちがすごく伝わったんですけども、まあ、オフェンスはどんな雰囲気でプレーをされてたんですか。まあ、雰囲気としてはずっと感覚にはリードされている展開だったので、まあ、本当次のドライブ次のドライブ、そういう気持ちでやっていた。試合中はディフェンスの選手と話をされたりはしましたか。そうですね、まあ、何人かは話しました。まあ、またもう一度チャンスが、回ってくると思うんですけども、次の試合に向けて何か一つ、まあ、一言いただければと思います。次の試合に向けて、まあ、まずは自分が本当変わらないといけないですし、それをチーム全員に浸透させるような、そういうチーム作りをやっていかないといけないと思います。期間が短いですけど、ぜひまた監督にチャレンジしてほしいと思っているので頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。